松江日本大学高校ですね、うんうん、これ横浜の中学生が島根の高校に進学するわけじゃないですか、うんうん、これきっかけは何だったんですか。まあ、親戚の方がおじさんがなんか島根に行ったことあるらしくて、はい、でその高校になんかちょっと講演じゃないけどなんか、うん、あのそういうあれで一回ちょっと学校に行かせてもらったことがあったらしくて、はい、したらすごいいい学校が あるぞと島根県にっつって、はい、で全寮制だと、うん、だ全寮制だから寮生活だって自分で自分のことやんなきゃいけないから、はい、それで修行してブラジル行けばいいじゃんってなったの。はあ、はい、サッカー部もあるし、はい、でまあ島根の、ね、高校数少ないから、うん、すごいチャンスあるじゃない、はい、もしかして全国で出れたら正幸が宣伝になるじゃないってなったから、うん、あそれもいいなと思って、まあ、結局神奈川で行ける高校なかったし、はい、でも一人でね、はい、まあ、で大丈夫かなと思いながら不安がいっぱいあったけど、はい、まあ、サッカー部あるならいいや、はい、で絶対全国で出やるみたいな感じでで行くんですよね、うん、に行ったよ。行ったらサッカー部がないのよ、まずなんで、ね、俺何しに行ったんだとこんな笑える話ないでしょ。そもそもその当時のその高校はですね、どんな高校だったんですか。だからね、もう今じゃ本当信じられないけど、もう漫画のような学校でさ、はい、俺びっくりしたけどさ、入学式行くじゃない、はい、みんな特攻服着てんのよでさ、結局俺らの高校ってのは地元の人いない、全国の北海道から沖縄までのそういうよりすぐれたエリートのヤンキーが入ってくる。エリートヤンキーが入ってくる、ね、うん、はい、なんだこれそれ思うじゃない、ね、はっ、みたいな、はい、でもあの本当にちゃんとしてるのよ、上級生とかは、はい、挨拶もすごいし、はい、でこれは後に分かるんだけど、はい、そのおじさんがいい学校だってたのは、うん、結局ヤンキーが集まるってことは構成させられる学校なのよ、うん、でそれは入学式だからまださ、はい、入ってきたばっかりだから、はいはい、だからおじさんはさ、みんな構成させられた後に行ってるわけ。あ、面白い。あ、そうですね。だからさ、例えば車でさ、はい、あの俺らもそうだったんだけど通るじゃん、はい、一般の車が、はい、したらさ、もう学校のあから寮まで帰る時は絶対挨拶しろってなってて、はい、でそれおじさん見てるから、めちゃくちゃいい学校だよと、素晴らしい学校だと、うん、それ構成させられてる、ただ単にでもなんか1週間はさ、すごい優しいのよ先輩も。全寮制だから多分3年生、はい、2年生、1年生って同じ部屋なんだけど、はい、すっげえ優しいのみんな。なんだこの先輩だっつと思うじゃない、はい、そしたらさ、1週間経ったらさ、ビューってブザーが鳴るの、朝の3時ぐらいに、ビューってローカルでやろーって言われるわけ、はい、ボーンって出たらさ、上にさ、ちょっとこういう広いさ、ちょっとこうみんなが座れるような、はい、一角があってさ、そこにもう先輩たちこうやって立ってんだよ、こうやって、あ、おめえら明日まで髪ここまで切ってこいっつって、え、張り倒すぞおめえらみたいな、急によ急に正座しろっつって1週間はブザーも鳴らず、ならないよ、もう優しい、もうずっとこんな笑顔で、はい、いいんだよみたいな、はい、そしたらもうそこからカーン変わって、なめったら腫れ倒すからな、ダメやろなみたいになって、さすがに俺もきついじゃない、きついですね、はい、でもやめようかなと思ってさ、はいはい、でも最後の最後にさ、ちょっと一回だけ、もう一回理事長先生って一番トップの先生がいたからさ、はい、いや、なんかサッカー部ってあるって聞いてきたんですけど、ないんですねって言ったら、ありますよって言うから、はい、え、どこでやってんですかと、見たことないって、サッカー部や、はいはい、活動してるの、はい、じゃあ体育館の裏のホールでね、やってると思うよって言うから、体育館の裏のグラウンドあんのかなと思って見に行くじゃない、そして一人だけさ、ユニフォーム着てさ、壁にボール蹴ってる人がいたの、はい、あ、すいません、あのサッカー部ですかって言ったら、あ、そうだよ、はい、あるんですねって言って、はい、うん、で何人部員いるんですかって言ったら、俺しかいないえ、はい、それサッカー部じゃないっすよね、はい、そうなんで、俺もさ、サッカー部あるって言うからさ、来たんだけど、ないから、そこなんか一人でやってんだよっつって、じゃあどうしますってさ、作るしかないよねって、もうないなら作るしかないじゃない、はい、その方はちなみに何年生だったんですか。1個上、俺の、だから俺が1年生の2年生じゃあ1年間一人でボールずっと蹴り続けたんですか。そう、そうで、はい、やっぱ全寮制だからさ、簡単なのよ募集は。あ、はい、うん、ノートにさ、はい、あのサッカー部募集しております、あの、ぜひ、はい、あの入ろうと思ってる方は名前記入してくださいみたいな感じで置いといたらさ、はいはい、結構20人ぐらいかな、おお、この名前書いたってさ、はい、3年生から1年生、はい、で経験者もあの3年生でも いる人もいて、はい、昔やってたみたいな、はい、マジでやってたみたいな人もいて、はい、であとはもう人しか蹴ったことねえみたいなボールは蹴ったことない、人はいっぱい蹴ったことあるよっていう人ばっかりでさ、
でもミージャーにできたんだから。そうですね、20人集まって何から始めるんですか。だから まずこうテストじゃないけど、はい、どんぐらいできるか見たいからさ、はい、パスとかさ、いろいろやるシュートとかさ、ひどいのやっぱり。でこれまずいなと思ったけど、まあ、俺が一応こう監督兼選手みたいなでキャプテンだったから、メニューもさ、はい、何やらせようかなと、うん、で親父も結構小学校の頃コーチとかやってたかし、はい、だからなんとか聞いて、素人なんだけど、どういう練習した方がいいと思うっつったら、はい、もう本当もう超小学校に教えるようなさ、はい、メニュー考えてさ、はい、やっていくわけ、はい、ただ練習はさ、なぜかさすごいやってくれて、まあ、楽しかったのかな、なんか分かんないけど、やり始めたら面白い、こんな面白いんだねみたいな感じで多分やってくれて、それでこのままじゃさ面白くないから、まあ、練習試合でもしたいですよねってなって、はい、うん、で俺とその作った先輩とさ、あの顧問の人たちと手分けしてさ、いろんな高校にお願いしたの、はい、全部断るわけよ。そりゃそうだよな、はいはいはい、でもそうしたらチーム強くならないですよね。そう、でも必死にやってたら一校だけ、あ、いいですよと、ぜひお願いしますって言ってさ、うん、はい、うわよかったと思って行くじゃない、はい、したらさ、絵に描いたような不良校なの。これ本当にあるんだと思った。漫画しか見たことない。もう全部スプレー書きでさ、ガラス割れてる。だからあのクローズンみたいな、あの学校、スズランみたいな学校。はい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 。本当に、普通嫌じゃない。俺なんかめっちゃ嫌だったよ。もうだから入るのも怖いしさ。そうですよね、先輩で嬉しそうに行くのよ。嬉しそうなのよ。まあ試合できんならいいかと。はい、で授業中だったからさ、なんかやってる人いないんだよさ、どう見ても。でも制服着てボール蹴ってる人たちいたんだけど、はい、まあ体育の授業かなんか遊びでやってんのかなと、もう思いっきりヤンキーの人たちが、はい、そしたらさ、並ぶんだよね、そのまんま制服の人たちがブワーって。え、制服で試合やるの。そう、向こうみんな制服。え、岡野さんの高校はでもちゃんと俺らはユニフォーム作ってさ、え、制服でと思うじゃない。はい、そしたらさ、スパイクを履いてるんだよね。はい、あ、まあまあまあ、でもまあまあいっかと。でもう嫌な予感しかしないじゃない、最初から、はい、そうですね、もう向こうこんなんだし、はい、でピーってなった瞬間にさ、先輩がガガ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 って走っていくわけよ、はい、バーカーン飛び蹴りしてさ、うらーって始まるわけよ、大乱闘ですよそれ。で授業してるからブワー降りてくるじゃない、はい、みんなうらー何やったんじゃんみたいな、はい、で俺はもうビビって立ちすくんでたけどさ、はい、さすがだよね、うん、全国から素晴らしいエリートが来てるわけじゃん。よりすぐりの、まあ強い、まあ強い。それもう向こうもさ、わーってちょっとこう、マジかよみたいになるから、それでさ、勝ったぞって言い始めてさ、はい、でパッて見たらさ、ボール一個も動いてないって。キックオフのボール一個も動いてない。岡野さんも動いてなかったんですよ。俺も動いてない。で一試合目がそれだけど、俺はさやっぱ学校帰った時にさ、涙出てきてさ、うん、こんなんじゃないですとサッカーはと、うん、もう俺辞めますって言ったの、その時に。この学校も辞めるし、うん、って言ったの、はい、先輩に、はい、呼び出し食らったの次の日。これはやばいと、うん、おめえが作るって入ってやったんじゃねえか、うん、みたいな感じで、ね、なんか言われるのかなと思ったら、はい、申し訳なかったってなって、ごめんと、もう二度としないからもう一回サッカー教えてくれと、ってなってさ、はい、まあ分かりましたっつってやったら、みんな一生懸命やってくれなって、もう練習試合とかやってもさ、バーンって当てられて、もうここまで行くんだけど、なっていってさ、初めてまともに皆さんがやってくれた試合、1試合目が22対0だもん、負けたの今でも覚えてる。そりゃそうだよね、はい、向こうはみんな小学校からやってるわけだから、22対0で負けてさ、はい、で次が15対0だったかな、はい、それが10対0になっていくでしょ、はい、8-0、うん、5-0、うん、2-0、うん、0-0だった。そん時もうみんなで大会でも何でもいいんだよ。もう大泣き、練習試合で。すごいのやっぱりさ、根性あるからさ、うん、すごい上手くなる、スピードが速いの。だから何言っても絶対断らないし、走りの練習も絶対に最後まで、もうどんなに辛くても走り抜くし、本当に夜ボールが見えなくなるまでみんなボール蹴ってんの。すんごい上手くなってさ、で1年目の最後の新人戦、はいはい、でベスト4だ、剣で、漫画でしょ、漫画のような。すごいですね、うん、体育推薦で今度は日本大学、うん、そうだね、
に進学、うんうんうん、これただサッカー推薦ではなかったんですよね。サッカーではないね。サッカー推薦じゃないってことはサッカー部に入れなかったんですか。入れない。だから当時は本当に推薦か特待生しかなかなか大学サッカーっていうのはさ、もう本当に、まあ昔は俺らの時代ってもう高校選手権が最後じゃない、はい、もうあれが一番もう日の当たる舞台でさ、はい、もうあそこできればもうサッカーやってきてよかったなぐらいな世界だった、うん、もうさらにこの大学サッカーだとさ、その中でまたより優れた人しか入れない、はい、で一応サッカーはやりたいじゃない、はい、で部は入れないけど、はい、でもサークルとかさ同窓会とかあるじゃん、はい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 、でパッて見たらさ女の子結構いんのよで俺男子校だったしさ、はい、これいいなどっちがいいかななんてやってたのよ、はい、過去書いてたらさパッて壁見たらさこういう柱にさ、はい、サッカー部のテストありますって書いてあったの。それ見なかったらいないんだよもう。たまたま目に入って、はい、おサッカーテストあんだと思ってメモってさ、そしたら60人ぐらいいてさ、そこは女の子がいる同窓会とかに流れなかったんですか。いや一応書いといたよ名前は。あそっちの書いて、ね、もちろんそれは滑り止めだよでテストに行ったら60人いたぐらいいて、はい、でシャッフルして試合するんだけどさ、はい、2人しか受かんないっていうのよ。名前みたいなもうすごい高校ばっかりなの、もう有名帝京とかさ、はい、もう全国大会出てるような、うん、これもうそれだけでも俺負けてるなみたいな、うん、でやったら俺が4点取ったのかな。持ってるなそしたらさ先輩降りてきてさ、お前とお前合格って言われてさ、うえーって喜ぶじゃない、はい、そしたらさ先輩がさ、あ合格おめでとう、マネージャーか荷物持ちっていうか洗濯係どっちやれてって言われた、はい、で俺なんとなくさ一瞬でさ、あ僕洗濯係やりますって言ったのよ、はいはい、あれマネージャーになったら俺ダメだったんだよ。マネージャーっていうのはもうね運営だよね。だからはい、例えばサッカーの大会のさ、うんうん、日程とかさ、はい、費用こんぐらいかかりますとかさ、はい、だからもうずっとそっちでさ仕事しなきゃいけなかった、はい、俺は練習はさせてもらってた、でも試合は出れなかった、大会とか、どうやって選手にこう昇格できるんですかそれは。でやっぱり大学もさ最初の頃はさもう本当にもう4年生神様みたいな口聞いちゃいけないとかさ、はい、そんなあったんだけど、はい、結局先輩たちが練習メニューも決めてさ、で監督もサラリーマンやられてた方だから土日しか来れないからさ、大体先輩が決めていくのよメンバーもね、はい、その中でたまたま日大の OB の方がさ社会人ちゃんとサッカーやってた人がさ、はい、膝壊しちゃって、はい、でもうやめたのよ、はい、で時間あるからちょっと日大の専属のコーチになるっつってさ、うん、入ってきたの、はい、そこからだんだん実力の世界になっていくんだけど、で俺はさ荷物番だからさなかなか絡んでなかった。練習だけは一生懸命やったのよ、はい、だって練習しかできないから、はい、で他はさ結構大学になると遊び始めたりさ結構こうおろすとかになるじゃない、はい、で俺は一生懸命やってたからそれを見たそのコーチがお前一回だけ頑張ってるからメンバー入れてあげるからっつって、うん、で天皇杯だったと思うんだけど初めてサブに入れてくれたの。へえ大変だったよサブ入ったら、なんでてめえが入ってんだよで始まって結構5分ぐらいでずっと試合出てたスーパーエースの4年生骨折しちゃって、へえで俺しかいなかったのサブがフォワードしたら岡野ってなるじゃない、はい、で俺出ていくの、はい、途中からしたらもうみんなブーブー言ってんの、すいませんって言いながら出ててさホームなのにアウェーみたいなさ、はい、ほんでさ出てったらさ6点取っちゃった最初1点取るじゃない、はい、したら先輩たちまあまあまあたまたまじゃねえ、はい、2点取ったらおってなるじゃない、はい、ハットトリックしたらさ、はい、うおーマジかよお前、はい、何なんだあいつってなって、はいはい、せっかくならもうハットトリックしてみろって言ったらはいっつってもう3点取っちゃって6点取ったんすか。6点取った。そっからレギュラーになったのかな急に。うわすごいっすね。でもなんかすごいシンデレラストーリーって言ったら失礼ですけど、うん、偶然がいろいろ重なったってことですよね。そうだね。怪我したりとか なんかここっていう時にさ、うん、点取るというかさテストもさ、うん、まさか4点取るなんて思ってなかったけどさ、うんうん、あれでも目立ったから声かけだって60人だからさ、うん、でもまあその裏にはね努力されてたっていうところがあるとは思うんですけど、うん、小学校の時に、うん、まあ宮崎東スポーツ少年団っていうところに入ってたんでめちゃくちゃ強かった。おで俺も九州選抜まで行っておうおうおうでみんなもうほとんど県選抜とかもう上手いやつらが集まってた、うんうんうん、そいつらが全員同じ中学校に上がった。だからめちゃくちゃ強かったの。なるほど。でもほとんどのやつがグレたの。みんなサッカー部に入ったけど、うん、サッカーはやってない。でもみんなサッカーが好きだから試合だけ行くみたいな。へー。練習はしない。学校には
行かない、学校にも行かない、荒れてるね、荒れてましたね、うん、で、まあだからそう試合には出る、うん、で強豪チームに勝つ、練習やってないのに、練習やってないのにみんな上手いから、うん、でそういうのを、まあ、高校の監督、松崎監督っていう人が見に来てて、うん、で、まあ、そこでまあ自分はやっぱりすごいわけですよ、うん、天狗になって、うん、練習しなくてもできるみたいな、うん、で高校受験、うん、どうしても高校行きたかったんですよ、兄がいるんですけど、うんうん、高校行ってなくて、でお前絶対高校だけ行っとけよ、俺みたいになんないよってずっと言われてて、あじゃあ俺は高校は絶対行こうと思って、うん、でもいざ豊昇高校受けます、うん、落ちちゃうんですよ、うん、でうわどこ行こうかなって、うん、そしたら中学校のその試合をたまたま見に来てた監督が、うん、いやお前サッカーをするんだったら豊昇に入れてやるみたいな、で俺はサッカーやりたくないわけですよ、高校には行きたいけどこんな G リーガーいるじゃあどうしようってなった時に、いや監督にやりますって言って、うん、もうすぐやめようと思ったんですよ、うん、でまあ入るじゃないですか、それにやりますって言うから、うん、そしたらもう始まってすぐですね、もう無理ですやめますって言ったら、うん、じゃあ学校もやめてくださいって言われて、うん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 、それが嫌だったから、うん、まあ、とりあえず続けようと思って、うん、でもやっぱ1年生ってやっぱほらグラウンドを整備したりとか、うん、先輩怖い先輩がいたりとかして、うん、めんどくせえなと思って、うん、もう行かなかったんですよ、1年生の時、部活に行かなかったってこと？部活も学校も行かなかった、うんうん、これ流せるかな、いやこれやばいよね、これやばいよ、大丈夫大丈夫、じゃ監督が、うん、電話来て、うん、松崎監督、うん、お前、うん、絶対にプロになれるから、うん、頑張れみたいな、うん、いやもういいですいいですって、プロとかどうでもいいですってとりあえずなりたくない、まずサッカーをやりたくないからって言って、うん、でもそれでもしつこく来るわけですよ監督から電話が、でまあとりあえず練習試合があるから、うん、そこに顔出してくれみたいな、監督がでまあ練習試合に顔出すんですよ結局、うん、そこで豊昇の3年生のトップチームの方に入れてやるからって言って入れたら、そこで俺が3点決めたんですよ、それ何年生の時？1年生、1年生のいつ？1年生の春、夏、秋ぐらいですかね、はい、いや夏過ぎぐらいかな、春と夏サボってたってことね、そうそう、やってないです、練習じゃ来いって言って3点決めて、 お前なこれが実力だぞお前のみたいな感じで言われて、うん、でも先輩たちからお前監督がこんな言うのねえぞみたいな、うん、あすいませんとか言って、でそれでそっから一個上に増田近志っていう、おーおーおー、あのアントラーズね、そうアントラーズに行った先輩がいる、うん、その人がちょうどプロ決まって、うん、でなんかもう若干もうこんな感じだったんですよ先輩が、うん、その増田で、いやこの人には負けられねえと思って、なそこでなんかバーンってスイッチが入って、うん、もうそっからもう学校も真面目に行って、じゃあそれは何、松崎先生と松田近志のおかげなの、はい、松田近志の存在とやっぱ松崎監督にはやっぱり頭上がんないね、上がんないです上がんないです、小学校の時のその成績というかそのサッカーの成績、成績と呼ばれるものは残ってないでしょうねYMCA 単体で行く大会はもうほぼ勝てないですよ、うん、いわゆる全日賞の予選みたいなのは、はいはい、もうそんなもう恐れ多いみたいな感じだから、は昔はリーグ戦じゃないからトーナメントですね、トーナメントでもこうじゃない、はい、もうこの本当に何号目、まあ2号目とかの2号目行けたらいい方だと思うあ本当ですか、うん、1回だけあの千葉のイーグルスっていうところが昔、はい、名前イーグルスだったと思うんだけど、森高次杯ってあの森高次さんの大会があったのね、相手は全国の出てくるチームだみたいな感じなのをその当時のコーチとかにも言われて、はい、よっしゃやったるでって言ったらもう何にもできないまんま10対0、はい、ボール触らせてもらえないんだもんでボールたまに来たと思ったらすぐ取られちゃうし、はい、もうショックだった、その時に、うん、要は上手いやついるじゃないですか、うん、はい、でも自分は純粋にサッカーが好きで、はい、世界で活躍する選手になりたいと思ってるわけですよね、少しでも上手くなりたいっていう、 もう思いはずっと持ってた、それは折れなかったんですか、完全に折れるっていうか、そのプロになるっていうその観点はどっかに行ってたかもしれない、だから、うん、うん、だからちょっと親とご飯の時に兄貴はサッカーで上に行けるかもなみたいな、リーズはもう勉強頑張れみたいなおおみたいな感じまあそれまあ部屋行ってポロポロって泣いたりみたいなのもあって、だからなんかただ
上目指す目指さないじゃなくて、なんか自分がやってることでもっと突き詰めてやっていきたいというか、少しでも上手くなりたいっていうのはなんかそこにすがってたところがあるんだよね。自分の存在をなんだろうな、隔離、なんだ、自分の中ではもうサッカーがないとちょっとなんか壊れてたかもしれないよね、ああいう挫折感満載の時。中学時代、はい、桐蔭学園に入られて、公式戦春夏のどちらも 1,2 回戦で負けるという。仲間先輩に恵まれた、はい、あの中学サッカー部時代だったんで、はい、あのそれ自体に関してはもう本当に感謝しかないというかね、先輩にもいろんなことを教えてもらいながらとか、はい、チームメイトなんかはその休みの日もみんなでこうどっか公園探してとかで、はい、もう本当休みイコールみんなでボールを蹴るみたいな、公園って言ってもなんかどっか あの企業の敷地だったりするのお前さって言って、お前公園じゃねえじゃんとか言いながらいいじゃんこう忍び込むぜとか言って、はい、そう忍び込んでちょっとボール蹴ってて怒られたりとか、なんかすごい楽しいのは楽しかった。ただチームとしての成果はやっぱり出せなかった、うんうんうん、まあそれはその神奈川県の県大会に上がるには市大会勝たなきゃいけないですね、はい、横浜市、はい、チーム数多い、うん、緑区チーム数多い、うん、緑区北と南で分けられるの、さらにポンポンと、はい、そこに多分8から12くらいかな、16あったかな、うん、勝てない。あ、市大会は3年間通して1回ぐらい、1回2回、それぐらい、そこ勝ち進んだ記憶がほぼないぐらいに負けてた記憶が多い。へえ、うん、じゃああまり中学時代 そのサッカーの成績としてはいい記憶はないと。あまりじゃなくてない、全くない、うん、だから中2の時に1回、そう個人のっていうところで言うと、その横浜市緑区の選抜を作るみたいな、はい、それで2人選ばれていったの、ね、選抜の選考会みたいなやつ、はい、うん、何もできない、みんなうんまん何これみたいな感じになって、はい、要はボールは蹴れる、止めれる蹴れるけど、はい、サッカーになってないわけ、今思えば、うんうん、ポジションって何みたいな、うんうん、システム何そんな感じかもしれない。なんか僕全然そういう風なイメージを持ってなかったので、多分見てる、うん、あの視聴者の方もびっくりされると思うんですけど、ずっとエリート街道でこう来てたのかなっていうイメージあると思うんですけど、そんな感じじゃなかったんですか。全然でしたね。でもよく切れなかったですねいやボールが好きだったですね、だからすごいその感じで来て、片や兄貴はベルディで、毎回タイトル取って帰ってくるから、きつかったね。あれはきついけど、でも誇らしくもあるし、うん、だけど悔しいしっていう複雑な感情でしたね、うん、一般入試で、うん、東北高校と仙台育英高校と、あと宮城県工業高等学校っていう公立を受けたんですよね、うんうんうん、で、まあ、仙台育英と東北は受かったんですけど、うん、宮城県工業高等学校は落ちて、うん、受験失敗してでその2チームで、でなんとなく東高校に決めたんです。で周りはさ、そのスポーツの特待生が多い中で、はい、こう一般受験で入ってこう入部する、はい、わけですよね。どうだったの周りのレベルは。いや高かったですよ。もう特待生っていう推薦の人たちがもう11人以上いるから、うん、まずはもうその人たちは練習できるけど、え、僕とかはもう坊主にして体育座りしてボール拾いです。え、またサッカーやってないじゃないやってないです。どうやってポジション掴んでったの。それは練習中はなかなか練習できないから、うん、終わってからすっごい練習したんですよね、体育館とかで。居残り練っていうんです。居残り練をその特待、自分と同い年の特待生の人たちと一緒に居残り練習をして、うん、まずはその人たちを倒そうっていう、うん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 、認めてもらおうって言って頑張ってったんですよね。何年生から試合に出るの。1年生の終わりか2年生の初めぐらい。あ、でも割と早く。いや、ハリーとっていうかもう長かったですけどね。でそこから試合に出始めるようになって、でもね、その試合に出たのも、うん、すっごい僕やっぱ運がいいんですよ。遠征メンバーっていうのが何人だろう、うん、20人ぐらい選ばれていくんですけど、うんうん、僕なんてもう下ギリギリ入るか入らないかぐらい、うんうんうん、
で遠征の試合してる時にその時もボールヒルだったんですよ試合のそこでもそこでもボールヒルだったんですけど、うん、ベンチの近くの近くでボールヒルしたんですよ、うん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 、そしたら同級生のディフェンダーのやつが試合中に怪我してしまって、うん、で監督もなんか面倒くさかったのか分かんないけどおいお前行けって隣にいるからで僕パッて入って、うん、そこでめちゃくちゃ頑張るじゃないですかそれもちろんあ試合出たと思って、ねうん、したらもうその試合で認められてえそっからもう掴んじゃったんですよポジションそこからもうじゃあずっとレギュラーみたいな感じでそっからレギュラーですそのさ出てない時ってどうだったの、はい、こうその気持ちは負けないのになって思ってたでしょそれはないですね別に、うんうん努力はしてたし、うんうんまあ、とにかく僕なんて中学のサッカーしなかったわけだから将棋してたから、ね、将棋してたからとにかく3年間自分の全力尽くそうっていうか努力は続けようって思ってたので試合に出れなようが別に、うん、とにかく出れるために努力するってことを3年間続けようと思ったんでだから別に何とも思ってなかったっていうかえ小学校の時からもう J リーグは始まってるわけじゃない小学校高学年の時に始まりました ね、はい、プロはやっぱ目指してるわけでしょ小学生の時は小学生の作文は J リーガーの選手だったんですよ、うん、中学で一回タクシーの運転手になりました夢が夢が新しいタイプだよ新しいっすか新しいでしょ僕らはまあ高2の時に頑張ってめっちゃ練習して、うん、ベスト4行って、うん、高3の時はインターハイはベスト4うん、で選手権は県大会1回戦負けで県内にもいいフォワードなんもっとすごいフォワードなんていくからでもいたし全国行ったらもうそんなんの1個上には大久保嘉人さんとかいたし、うんうんうん、もう下の方には平山壮太とか2個下ぐらいだったかなその時にいたし、うん、もうそういうのを見てたらもう自分の存在がちっぽけすぎてもう劣等感に常に駆られてましたね、まあ、そういう性格だしその世代の中での県選抜とかそういったものには、はい、いやもう全くっすよもうそんな見向きもされないもう県選抜があったことすら知らなかったです今でもそこから、はいまあ、プロで活躍して、うん、ワールドカップも出て、うん、これって想像はしてたんですか想像はしてたけど、うん、だいぶなんていうんですかねふんわりしましたよね、うん、だからそれはみんななりたいって言うじゃないですかサッカー選手になりたいなんて誰でも言えるじゃないですか、うん、じゃあ本当に目標としてちゃんと今自分が何かしなきゃいけないかっていうのをちゃんとできてる選手っていないじゃないですか、うん、本田圭佑でもない限り、うん、ただなりたいとは思ってたんですけどなれる状況でもなかったですよねまともにサッカーもできないような狭いグラウンドでだって部活の時で半分サッカー部真ん中ラグビー部、はいはい、真ん中中学校部活みたいなそんな感じの環境で、はい、まともにゲームとかもできてなかったからじゃあなんかその物差しを持ってなかったってことですかねああいい表現しますねその通りですそんなアンダー代表に入る選手なんてまあいないわけですよもう指標がないからもう現実味が全くなかったですどう何をどうすればいいか分かんないけどただサッカー選手になりたかったそんぐらいで小学校の時 J リーグが開幕して、うん、名古屋グランパス見に行って、うん、いやすごいなと思うそこでプレーしたいなとは思いましたけどねでその後朝鮮大学に進学されますけれども、はいはい、進学の決め手は何だったんですか日本で大学があるから、うん、高校で直でなれなくても逃げ場が大学だって僕は思ってるんですよ、うん、だからなんとなく漠然とプロになりたいとは思ってたけど、うんうん、ただもう特殊な環境だじゃないですか、うん、他の人たちは自分で選んで、うん、サッカー上手いからこの高校に行って、うん、プロに近づくためにこの大学を選んでっていう環境じゃなくて、うん、何の手がかりもないわけで、うんうんうん、その手がかりを探しに大学行ったって感じで、うんうん、リーテヨンさんの、うん、その助言もありその朝鮮大学に行くことになって、うん、でその年は一応朝鮮大高校から全国からうまいやつが集まるからチャンスだぞみたいな感じだったんですよその朝鮮大学の監督のキム・グアンホさん、はい、どんな監督だったんですかグアンホ監督はジャイアンツの中のレジェンドなんですよ昔って朝鮮学校めっちゃ強かったんですよ、うん、強かったですねそうまだ多分その日本サッカーがそこまで発展してない時で、うんうん、結構そのレベルが高くて、はい、多分その時の、まあ、帝京高校とか、うん、東京朝鮮が試合した時とかも結構余裕で勝ったり、うん、要はそのさらに上に行けば在日のチームみたいなのがあったんですよ蹴球団みたいなのがあって、はい、それが日本のリーグのトップと試合しても勝っちゃうみたいな、うん、余裕で勝っちゃうみたいな感じの時代があってでその時のレジェンドオブレジェンドがそのリーガンホ、キムガンホ、キムガンホ監督で在日で初めて代表で活躍した人がその人だったんですよ。あ、そうなんですね。だから僕らの中では結構すごい人で、その人がいるから高校全国の高校からいい選手が大学に行って
その時は東京の3部ですからね、僕行った時、もうみんなタバコストレスで対戦相手は、うん、もうみんな金髪でチャラチャラして、うん、適当にサッカーしてるし、うん、そういう中でプロ目指すとか言ってるわけだから、うん、笑えますよね、今考えたら。今だったらプロにどうやったらなれるかっていうのいろいろ分かってくるじゃないですか、うん、プロになって、うん、いやその道はまず茨の道ですよねまずその可能性はほぼゼロに等しい、プロになるには。はあ、振り返ると、はい、今はもう奇跡の奇跡の連鎖でプロになったなと思います。高校卒業時、まあ、トップチームに昇格ができなかったということで、はい、明治大学に進学されますけれども、まあ、トップチームに上がれないことが分かったのはいつになりますか。夏ぐらいですね、うん、はい、サテライトの試合行ったら結構点取ってたんですよ、うん、なので上に上がれるかもって言われてたんですけど、うん、個人的にはもう自分がそのプロに上がったらもう絶対無理だって、そこは冷静に思えたんです。プロになりたかったですけど、うん、自分が来年プロになった時に活躍できるかってそれが全く見えなかったので、大学に行きたいなと思ってたんですよ。あ、そうですか、はい、そんな中、まあ、夏ぐらいにちょっと難しいと、はい、そうですね、ただ大学にこう進学、うん、これは明治大学に進学する決め手みたいなのがあったんですか。決め手というのはその時のベルディウスのコーチが西ヶ谷さんという、はい、その方が明治大学のコーチもやってたんですよ、サッカー部に、はい、でそのつながりで誘っていただいたんですよね、どうだっていうので、明治大学のスポーツ推薦で、はい、試験受けに行ってって形ですね。でも明治大学は狭きもんですよね。そうですね、かなり一学年13人ぐらいですか。その時はまだ10人弱ですね。10人、はい、おスポーツ推薦は。ただ、まあ、ユースじゃないですか、はいはい、自信はありましたよね。自信はありましたけどレベル高いなと思いましたね。明治大学に入学してから試合には絡めたんですか、はい、全然。それがもうユースから行ったら出れるだろうっていう勘違いした気持ちで行ったんですよ、はい、全く出れなかったですね。え、大学1年の時なんてもう B チームですね、。だからそういう意味も含めて全然エリートじゃないんですよ僕。どちらかというと雑草というか、もう出れる選手は4年生の試合とかも出てたんですけど、1年生から、はい、僕は本当 B チームで試合出れなかったので、そこでもサッカーやめようと思いましたもん1回。苦しくて、ここで真面目にサッカーやってきた中で、はい、もう俺はプロになるんだと、うん、で出れなくても4年間も耐えてきたけれども、はい、この大学1年生の時に、はい、挫折しましたね。ポジションフォワードだったんですけど、その時に、はい、ディフェンスとかやった方がいいのかなとか考えるぐらい試合出れなかったんで本当に悩みましたね。はい、2年生の時、はい、後期リーグからですかね、はい、そうです、頭角を現して出場機会を得るようになった、うん、ということなんですけれども、もうやめたいっていうところから、うん、まあ、2年生になったら出れるようになったと、はいはい、これ何かあるんですか。これは大学1年の頃に試合も出れなくてやめようって思った時に、本気でじゃあ俺がそのプロになるためにもう3年ぐらい前、大学3年ぐらいまでにもう試合出てないと話もかからない、うん、4年になってからじゃ遅いなと思って、うん、じゃあもうこの 1,2 年で本当に勝負かけないと、うん、もう俺はプロになれないと思って本当に考えたんですよ、何をしなきゃいけないって自分で、はいはい、それで行き着いたのが栄養になったんですよ自分の中で。栄養？栄養学とか、はい、そういう自分の体の部分をまず変えないといけないなと思って、食事とか、はい、栄養とか、はい、で自分で勉強して、はい、食事とかを変え出したんですよ。筋トレもたくさんしたし、うん、そっからどんどん体が変わってって動けるようになってったんですよね。そこがすごい自分のターニングポイントでしたね。これはすっごいいい話ですよこれめちゃくちゃいい話で、今僕が感じたことは、はい、期限決めるじゃないですか、はい、でその時に自分のやらなければならないこと、うん、当然林さんの場合は栄養学だったけれども、うん、他の選手はまた別かもしれないじゃないですか、はいはい、でも自分でスケジュール切って、うん、やってないことやらなきゃって言って、はい、そこに気づいたのがすごいですね。いや、それだと思います。なのでプロになれたし長くできたのかなと自分では思ってるんですけど、はい、それで勉強して、だからもう揚げ物とか絶対食べなかったですし、うん、そしてやっぱ体がシャープになって動けるようになってったんですよね、うん、じゃあそれまでは、はい、ストイックじゃなかったんですか。
まあ、ストイックさはあったと思うんですけど、はいはいはい、食事とかまでは考えてなかったんですよね多分。サッカーに対するストイックさはあったけれども、はいはい、もう少し視野を広げて、はい、必要なもの、プロになるために必要なものは何だろうって考えた時に、はい、サッカーの技術的なことだけじゃダメだと、うん、でそこに行き着いてそれをもう自分でやりだしたんですよね。で3年の時にはチームの主力に定着と、はい、14得点を挙げて、はい、林さん自身もリーグベスト11に選出、はい、チームの43年ぶり、はい、関東大学リーグ優勝と。中学時代ベンチ入りが少しかなわなかった林さんがですね、はい、ここまで成長できた理由、まあ、先ほど栄養学っていうところありましたけれども、はい、自己分析するとどうですか、成長できた理由。常になんか自分自身と対話してたっていうのはすごくありますね。自分に何が足りないのかとか、うん、で自分が今この状況なら何をしなきゃいけないのかとか、うん、そこをすごく冷静に分析して日々歩んでたかなとは思いますけどね。うん、